県議会2月定例会が今日開会しました。玉城知事は所信表明を行い、改めて普天間基地の辺野古移設阻止に向け取り組むことを強調しました。県議会2月定例会が今日開会し、新型コロナ対策を含む8600億円規模の一般会計予算案など80の議案が提案されています。政府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求めていくとともに、辺野古に新基地は作らせないという公約の実現に向けて、今後も諦めず、ぶれることなく、全身全霊をもって取り組んでまいります。このほか、玉城知事は新型コロナ対策や本土復帰50年事業、子どもの貧困対策などにも引き続き取り組む意欲を示しました。県議会2月定例会は来月30日までの日程で開かれ、3月末で任期満了、退任となる見通しのジャハナ副知事の後任人事案などが議論される見通しです。また秋の県知事選挙について、玉城知事が再選を目指し出馬の意向を表明するかも注目されます。